おはようございます。なんかさ、今日さ、朝マック食べようと思って8時に起きてさ、準備してたんですよ。で、急いで準備してたんだけど、なんかね、のんびりしちゃって、時間がね、もう10時半になっちゃって、朝マックの時間終わっちゃったから、普通のマックを買いに行きたいと思います。めっちゃショック。せっかくさ、早く起きて準備したのに。まあでもちょっと急いで買っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。わあ、寒い。やばい、風が。よし、買ってきたよー。飲み物は、アイスコーヒーですね。バーガーは、照り焼きチキンにしました。ちょっとごめん、サムネだけ撮らして。お腹すいた。いただきます。今生理前ですごいお腹すく。じゃーん、バーガー美味しそう。いただきます。幸せ。なんかさ、私さ、この間までめっちゃ顔が最悪で、ちょっと有名な某ブランドのスキンケア用品をさ、ギフティングでいただいて、こう試しに使ってみたんですよ。そしたらさ、私の肌と合わなくて、なんかアレルギー反応が出ちゃってさ、顔をパンパンに腫れて、目の下とかさ、皮がむけちゃって、なんかもうメイクできないっていうか、もう最悪な状態だったんですね。で、最初さ、そのなんでこうなっちゃったか分かんなくて、乾燥かなとか思ったんですよ。友達と遊んだ時に、もう最近顔やばいんだけどみたいな感じで話してて、多分それアレルギーじゃないみたいな言ってくれて、そうかもと思って調べてみたら、もう結構こうアレルギー反応私も出ましたみたいな口コミがいっぱい出てきたから、やっぱそうじゃんと思って、その化粧品を使うのやめて、もういつものね、普通のやつに戻したんだけど、そしたらやっとね、こう皮むけとか収まって治りました。いや、本当に良かった。本当外歩きたくないと思うぐらいやばかったから、嬉しい、治って。ちょっと無心で食べ続けてしまった。で、一回ね、アイスコーヒー飲み終わったんだけど、まだちょっと飲み足りなくて、ダイエットコーヒー入れて、またアイスコーヒー作りました。氷がさ、こんぐらいあったから、まだいけるんじゃないと思って、はい、再利用しちゃいました。てかさ、マックってさ、カロリー高いじゃん。だからこのメニューでダイエットコーヒーやったらさ、めっちゃ売れそうじゃない？嬉しいよね。いや、我ながらさ、いい案だと思うんだよな。野菜生活とかさ、あるけど、あれ結局ジュースじゃん。だからこのダイエットコーヒーやるといいと思うんだよね。で、今日は何の動画撮ろうかなって思って、本当にノープランでカメラ回しちゃったんだけど、最近のね、購入品紹介をしようかなと思って。最近ね、いい買い物したなって思ったので、はい、それ紹介します。じゃあまず、これ。このパーカー。これさ、ギャップなんだけど、めっちゃ可愛くてさ、私一目惚れして買っちゃったんだよね。で、あともう一個、まだ開けてない服があって、ギャップの服、紹介します。このパーカーはね、XXS サイズなんだけど、裏起毛でめっちゃあったかいんですよ。なんか春って感じかな。に花柄がたくさんあって。そうそう、めっちゃ可愛いんだよね。シーズンによってさ、好みがあったりして、なかなか最近欲しいものなかったんだけど、ようやく見つけました。超かわいい。で、あともう一個あるんで、ちょっともう一個着ますね。もう一個がこのグレーのトップスで、丈は、普通ぐらいですね。無地で、表面にはギャップっていう文字とかはないんだけど、このタグのとこにね、ギャップって書いてます。そう、だから逆にこのシンプルでいいんだよね。こんな感じで襟がついてるやつで、ざっくりこう胸元が開いてます。そう、やっぱね、私ね、首が開いてた方が顔的に似合うから、そう、結構好きなんだよね、こういうの。あ、ちょっとヒートテック見えちゃう。で、これもさ、裏起毛なのかな。中がすごいふわふわしてめっちゃ気持ちいいんですよ。別売りなんだけど、セットアップ的な感じで、下のスウェットもあったんですけど、なんかさ、試着してみたら、これとなんか若干色は違ったんですよ。なんかね、合わせても可愛かったんだけど、なんかね、その若干のこの色違いが、気になっちゃって、買わなかったですね。でも、デザインはすごい可愛かったです。で、サイズがこれ XXS。
でちょうど良かったです。なんか海外サイズだからかな、なんか S だと結構胸元がねざっくり開きすぎたんで、そうそう XXS にしました。で、ギャップの紹介は終わりで、次はこれです。じゃあこれはねフランフランの1リットルボトルです。ずっと欲しくてこういうボトルが、で最近半身浴とかもするし、なんかこう目安があった方が分かりやすいなと思って探してたんですよ。でやっぱりその見た目ですね、見た目が可愛すぎて、あとピンクっていう私の大好きな色味なので、そうこれ選びました。でまだ使ってないからここにシールがあります。なのでこの後洗って使いたいと思います。で次はこれです。これもねまだ開けてないんだけど、ジェルネイルのヌードですね。アマゾンで買いました。やっぱなんか地爪っぽい色味のネイル好きなので買ってみたんだよね。こんな感じ。え、絶対綺麗な色じゃないこれ。かわいい。なんか地爪に塗ったら絶対かわいいよね。手が綺麗に見えそう。はい、なのでこれ使った時またさ、動画かインスタに載せようと思います。本当大好きこういう色味で、次がこれです。はい、デイジークのチーク、これはねキャンディーベリーっていう07番ですね。私イエベハルっていうのがパーソナルカラー診断で分かったので、ちょっとねコーラルっぽい感じのチークをゲットしました。かわいい。てか見た目めっちゃかわいいよね。私はよくこことここをね合わせて使ってます。ドレッサーに置いとくだけでもすごいかわいいのでテンション上がりますね、こういう色味は。はい、これと、はい、あとこれです。じゃーん、これはねなんだっけ、二の腕を引き締めるやつ。ね、前回じゃないわ、結構前になんかここぐらいまでの二の腕サポートみたいなやつ買ったんだけど、9点で。あれねなんか微妙だったんで、はい、もうちょっとこう長さが欲しいなと思って、はい、このタイプを選びました。でこれもねまだ全然着用してなくて開けてもないんだけど、口コミがすごい良かったんで、そうこれから試してよかったらすぐ動画でも言うし、インスタにも載っけようと思います。どんな感じなんだろう、なんかね姿勢も良くなるみたい。ね黒選んだんだけどベージュもあった気がする。え、すごいね、見てこんな感じ結構ピチッとしそうだね。ちゃんと着てみようかな。ブラジャーの上からだからちょっと見せれないねすごい。え、でもこれめっちゃ良さそう。なんかゴムがてかバネみたいなしっかりしてるし、これでちょっと今から夏に向けてね、はい、引き締めたいと思います楽しみ。あ、これも Amazon で買いました。はい、ということでこんな感じですね、購入品は。なんかいい買い物したなって感じ。ん？ちょっと待って、あ、バッテリーがやばいかも。充電がやばい、終わりそう。なのでちょっとここで終わります。ご視聴ありがとうございました。